急遽助手席にいるニャコ D が今撮影をしておりますが、今我々が向かっているのが山梨県塩山にあります花魁淵に来ております。通常花魁淵というところって皆さんが知っているところっていうのが閉鎖されている方の花魁淵をご存知だと思うんですけれども、我々がこれから向かう場所っていうのがリアルに、当時の花魁が突き落とされた場所に向かっています。ナビさん意気込みをどうぞ。怖いですね。怖いですね。はい、怖いです。工事ね、しているんですけど、多分ここが昔これ丹波山村だね、丹波山村というところらしいんですけど、実は花魁淵の歴史というのがすごく古くてですね、武田信玄の時代まで遡っていきます。塩山一帯には金塊が取れるということ でそこに花魁が何十人か呼ばれまして、まあ、橋の上に舞台を作って、その橋の上に舞台を作ったところから舞台から全員突き落とすというね、花魁全員15人死亡してしまったというかなり悲惨な事件がございまして、我々はそのリアルに突き落とされた場所というのを実は知っております。なので今からそこに向かおうとしているんですけれども、花魁淵っていう黒川金山っていう金山があったんですよ。武田の埋蔵金なんかですごい有名な。でその金山を、まあ、軍資金にして、まあ、武田軍がすごく強かったっていう、これ丹波山村のね役場に私確認しまして、すごいのがさ、供養塔なんだよね。供養塔がさ、すっごいいかついの。いかついんですね。もうお経とでっかい碑、石碑というかにお経が書かれてて、で塔婆がね何十本立ってるんですよ。その当時行った時に、こう考えてみたら怖くない？だってさ、その武田の埋蔵金って何百年前の話ですか？何百年も前でしょ？だけど今現代になってそこまでごっつく供養するしないっていうのは、それほどのことをしないといけないっていうのがすっごい、なんていうか、いけそうですか？なんか心臓が痛いです。心臓が痛い、すでに。シロさんはどうですか？めちゃめちゃ重たくないですか？めっちゃ重たいですよ。やばい。今ちょっと我々は後ろを待機しているんですけど、あ、来ましたね。危ないなと思ったらすぐ待機して。で、この橋がですね、奥が、橋があるんですよ。で、その橋の奥がね、目の前が崖になってて、で、このね、その崖の上がね、黒川金山炭鉱があるんですよ。はい。で、そこの炭鉱の秘密を隠すために、まあ、ニュートたちが、知ってしまったから隠すために、崖の上に高台に舞台を作って踊っている時に舞台を壊したと。もう阿鼻叫喚の叫び声がこの崖から下に、まあ、ユータがどんどん落ちていって流されていった先に供養塔が立ってるんですよ。あ、そっか。
か腐ってる。いける？大丈夫、大丈夫、大丈夫。まず2人が行くのをちょっと待ちましょう。やばい、これ。にゃんこいるぐらいまでかな。周りの方は橋がね、傷んでるの。じゃあ、これ持ってって。こうか。見てください。橋がね、ウレイラが来たのがね、4、5年前なんですけど、ここやばいですよ、これ。で、この橋がね、ちょっともう崖目の前なんですけど、だいたい5メートルないぐらい。ここが一番怖いんですけど、カメラだからね、ちょっと遠く見えますけど、5メートルあるかないかぐらいの距離なんですけど、ちょっとこの先ね、足がちょっとマジ危ないです、これ。怖い怖い怖い。で、おここもこんななってて、もうね、立ってるのがちょっと、ほら、ナベチの足元なのか、もうこういう具合なんで、ちょっと危ないんでね、この先ここで、ちょっと場所をここでストップしたいと思います。で、気をつけてね。なるべく痛んでないとか踏んだよね。トリフィールドをやりましょうか。この先がですよ、オイラン口。ここがね、川になってるって思ってましたが、この下にいるのが、素敵。もう測れない。うわぁ、マジ？やばいやばいやばい、絶対やばい。ちょっとじゃあカメラここでさ、スピリットボックスやります。カメラ持てる？カメラ気をつけた。いやもうほんとね、崖がね、もうほんと5メートル先なんですよ。なので、お揺れる、おびっくりした。何揺れた。揺れるんですよ、これ。びっくりした。それ違う意味で怖い。それ違う意味で怖い。行きます。ちょっとスリートボックス使ってみますね。怖い。私たち、こんばんは。私たち、ちょっと下がりますね。はい。じゃあ鍋とレイラだと2人で。こんばんは。低いね、低い。
こ取れる？どなたかというか、お話したい方いらっしゃったら、うわ、ここへ聞かせてもらえたらと思います。川の音でね、ちょっと聞こえない。こんばんは。声しますね。どんな声？本当に怖かった。川の声でね、全然聞こえないので、写真撮りますよ。わーって声、なんか喋ってる。怖いって言うけどさ、正面立ってるよ。正面立ってるよ。西田の向こうが立ってるよね。あ、でしょ、でしょ、しっかり。橋そのものがね、だいぶ傷んでて、皆さんここに来ない方がいいですよ。こっちからめちゃめちゃ来ましたね。ん？こっちから2年くらいめちゃめちゃしてますよ。声してた？こっちから。なんか聞こえた。いや、なんか喋ってる感じじゃないですか。なんか、みたいな感じ。なんか歌ってるような。うわ、怖い怖い怖い、マジ。こっちからめちゃめちゃ来ました。シロちゃん、こんなしてたってめちゃめちゃしてます。シロ、立ってる人もいる？撮ったよ。そうだな、3番ね。ここが崖ですから。でも、ヤコギとシロちゃんが誰か立ってるかも。で、ナベシは沢の下から声を聞いたと。そういうことですね。あ、なんか声が鳴る。聞こえた、確かに。私とシロちゃんが こっちの方で待機していて、男の人の声が聞こえたって、うん、あ、そう。大丈夫？大丈夫。とりあえず早めに解散した方がいい。まあ、あんまりね、ちょっとここ長いって、本当にね、あれなんですよ。テレビ局がね、心霊と番組特集やって、最初にね、出てくるんですって。特集で来ようっていう。で、この橋をね、まあテレビ局も知ってるわけなんですけど、必ず議題に上がるんですけど、必ずボツになる。やっぱり行くのやめようという場所になるんです。前はね、3年前ね、崖の方まで行ったんですけど。食べてますよ、やっぱり。女の人、こっちから。え、いや、ほんと内容全くわかんないです。ほんとなんか歌、ほんとに歌ってるみたいな。はい、もうお届けしました。ちょっとショートコースになりましたが、山梨県丹波山村オイランブチでした。梅さん、今日の恐怖度ポイントは？私も5が2回出ましたね。はい。大丈夫ですか？今のところは大丈夫です。頭痛いですか？頭は痛いです。頭痛い。帰りましょう。何て言ってんのか本当に分かんないですよ。本当歌ってるみたいな感じ。テレビ局で昔さ、オイランブチをやってた時期があってさ、その時に音声が拾われてる。確かわかんないっていう話で、それで方言らしいですよ、ここの。一回忘れた方がいいね。楽しい音楽かけていい。すごいリアルですね、だから話がね。
りがあるんじゃないかと言われております。あ、そうですか。うわっ、待って、すいません、ごめんなさい、すいません。ご視聴最後までありがとうございました。